はい、こんにちは、116ウィンズです。今日ブレイブスにサプライズの動きがありましたのでお話していきたいなと思っています。今日のレイズ戦、ブレイブスはマイク・フォルティネビッチを先発させたんですが、残念ながら4回途中6失点と振るわずチームも敗戦してしまいました。するとなんとブレイブスはこのフォルティネビッチを試合後 DFA、 つまりロースターから外すことを発表したんですね。フォルティネビッチは18年にオールスターにも選ばれたことのある先発投手でして、今季もブレイブスのローテーションの中ではマイク・ソロカ、マックス・フリードに続く3番手としての活躍が期待されていたところでしたが、まさかの DFA ということで、これはですねちょっと驚きでしたね。ブレイブスは10日以内にこのフォルティネビッチを他球団へトレードさせるかなどの判断を迫られるわけですけれども、まさかフォルティネビッチクラスのピッチャーを1試合で見限るとは正直予想ができませんでしたね。なので今回はブレイブスがフォルティネビッチを DFA した背景などを説明していきたいなと思っています。はい、まず簡単にフォルティネビッチについてご紹介したいなと思います。フォルティネビッチは2010年全体19位指名でアストロズに入団したピッチャーでして、その後2014年のオフにエヴァン・ギャティスのトレードでブレイブスへ移籍することとなりました。で、16年ぐらいから徐々に頭角を現し始めまして、18年、2年前は13勝、防御率も 2.85 で、自身初めてのオールスターにも選ばれたことのある先発投手ですね。この年はプレイオフ第1戦の先発も任されていましたし、ブレイブスのエースとも言うべき存在の選手でしたね。で、この活躍もあって、2018年はナショナルリーグサイヤング賞投票も8位に入るなど、着実に MLB の中でも評価されつつある投手でしたね。まあ、8位と聞くとあまりすごくないように思いますけれども、そもそもサイヤング賞投票において自分に票が入ることだけでもすごいことですので、2018年のフォルティネビッチというのはナショナルリーグの中でもトップ10に入る先発投手だったわけですね。そんなブレイブスのエースとして活躍が期待された昨シーズンですけれども、まあ、怪我の影響などもあって前半戦は防御率も6点台とかなり苦しみまして、途中マイナーに落ちることもあったんですが、後半戦持ち直しまして防御率も2点台と2018年のフォルティネビッチの姿を取り戻したようにも見えましたし、昨年のディビジョンシリーズ第5戦負けたら終わりの試合でも先発を任されるぐらいでしたから、チームからの信頼も厚かったわけですね。ただそんなピッチャーが今年1試合先発しただけで見限られてしまったのは一体なぜなのか、その理由の一つとしては状態が上がっていないということが挙げられますね。今日のフォルティネビッチは球速が最速でも92マイル程度にとどまっていまして、昨シーズンまでは平均で95マイル投げていたピッチャーが、まあ、かなりですね球速が落ちてしまっていたんですね。でどうもシーズン開幕前のサマーキャンプですとかエキシビジョンゲームにおいてもなかなか球速が上がってこない状態が続いていまして、でブライアン・スニッカー監督としてもとりあえずぶっつけ本番で開幕4戦目に登板させたものの、状態が全く変わっていないことから今回フォルティネビッチを DFA するという判断に至ったようですね。まあ、バッターからしても昨年まで平均で95マイル投げていたピッチャーが今日は最速でも92マイルしか出ていなかったら当然打ち頃のピッチャーに変わっているわけですし、実際今日のレイズは3本のホームランをフォルティネビッチから放っていますし、エキシビジョンゲームにおいても3者連続ホームランで6失点しているわけですから、フォルティネビッチの状態が相当悪かったのはまあ事実と言ってもいいんじゃないのかなと思いますね。フォルティネビッチは昨シーズンも前半戦苦しんだと冒頭説明しましたけれども、昨シーズンはマイナーに落ちて調整して後半戦復活を遂げたわけですが、残念ながらフォルティネビッチもオプションが切れていますのでマイナーに落とすこともできないと、そうするとやはりチームとしては DFA という判断にならざるを得なかったのかなと思いますね。そうは言ってももう少し我慢して見ることもできたんじゃないのかと思う方もいるかもしれないんですけれども、今季は60試合しかないという点もブレイブスの今回の判断につながったのかなと思いますね。60試合しか行われないため先発ローテーション5人で回しても先発投手1人当たりの登板数は12回ですし、6人でローテーションを回せば10試合しか登板することができないわけですよね。そうなるとなかなか選手の復調を待つという時間的な余裕はないですし、またブレイブスのように今年も勝ちに行く、まあ、コンテンダーのようなチームですと60試合シーズンでの一つの敗北というのは後々相当重くのしかかってくる可能性がありますので、フォルティネビッチの復活を待たず早々に見限るという判断につながったのかなと思いますね。スニッカー監督も短いシーズンで何かが起こるのを待っている場合じゃないというふうに発言していましたし、フォルティネビッチの今回の驚きの DFA の背景にはこういった理由が挙げられるのかなと思います。ただそうは言ってもほんの2年前にオールスターそしてサイヤング賞投票トップ10に入ったピッチャーを開幕わずか1先発で見かけるのはかなり思い切った判断だと思いますし、今回のブレイブスの判断が吉と出るのか凶と出るのかは今後のブレイブスの戦い注目して見ていきたいですね。
というよりブレイブスはそもそもこのフォルティネビッチが抜けた先発ローテーションの穴をどのようにして埋めていくんでしょうね。ただでさえマイナー契約を結んでいたフェリックス・ヘルナンデスは今季出場を辞退していますし、コール・ハメルズは怪我の影響でシーズンの半分は離脱が予想されている中、さらに今回フォルティネビッチを DFA ということで、先発投手の頭数が足りない可能性があるんですね。一応代役の候補としては、昨日ロングリリーフしたヨーリス・チャシーンですとか、あとはジョシュ・トムリン、それから今日フォルティネビッチの後を投げたトゥーキー・トゥーサントなどが代役の候補として挙げられるんですけれども、果たしてそのローテーションでプレーオフまで勝てるのかと言われると、ちょっと何とも言えないかなというところですかね。来月のトレードデッドラインまでの先発投手の補強という可能性もあるかもしれませんね。一方フォルティネビッチについては再就職先は簡単に見つけられるかなと思いますね。今年は短いシーズンで どのチームも先発投手の層は確保しておきたいという思惑はあるでしょうから、少なくともフォルティネビッチ獲得に興味を示す球団は、相当数いるんじゃないのかなと思いますね。ただ球速の急激な低下については少々気がかりかなと。大抵の場合急激に球速が落ちるケースというのはやはり怪我が疑われますし、そのあたりのフォルティネビッチの健康面の状態が果たして大丈夫なのかというところは個人的には気になるところですね。フォルティネビッチをどの球団が獲得するのか、そして昨シーズンの後半戦のように復活を遂げることができるのか、ブレイブスの判断とともにこのフォルティネビッチの今後についても目が離せませんね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。